皆さんこんにちは。タロットリーダー協会の三崎の絵です。今日はちょっと違ったいでたちで録音しております。こんな花が出ちゃう。今日はバーチャルで皆様からのお悩みに答えたいと思います。運命の人に出会うにはどうしたらいいか。これは皆さん悩む問題ですよね。パートナーはもちろん、会社の相棒など悩みはありますよね。まず大事なのは何を求めるかが大切です。お金持ちでも不細工でいいのか、イケメンでも性格が悪くてもいいのか、何を求めるかが大事です。自分のなりたい姿が描けてなければ運命の人とは出会えません。私のクライアントさんはアイドルの追っかけをしていて、相手を見つけるときにアイドル好きの、しかも大学院卒がいいと言って相手を探し始めました。それを周りの人たちに言い続けたんですね。そうしたら何人も紹介してくれて、気に入った人と付き合いをして、なんとアイドル好きの大学院卒の方と結婚して、今は3人のお子さんと幸せに暮らしています。アイドルのおかげももちろん続けています。求める相手は非現実ではダメです。白馬の王子様はやってきません。この人なら私が私でいられる、この人といると私が幸せ、その人が運命の人です。誰かに幸せにしてもらいたい、そういった思いを手放してみましょう。うまくいかないことを人のせいにするのはやめましょう。自分と向き合ってこそ幸せは手に入ります。自分の幸せは自分で責任を持ちましょう。そういう人は幸せになっています。そんなあなたへのタロットカードはこちら。キーワードは内観です。自分から逃げず自分と向き合ってみましょう。1分でもいいので時間を作って瞑想してみてください。それではまた。タロットリーダー協会の三崎の絵でした。